日本近畿地方大阪府八尾市学音寺学音寺は大阪府八尾市の地名。現行行政地名は学音寺1丁目から学音寺7丁目と大和学音寺。住居表示は未実施。現住所表記に変更される前は全域が大和学音寺だった地域で現在の西高安町4、5丁目のほぼ全域も含まれていた。八尾市の一番北東端に位置する。 両政国一覧機内河内国、高安郡学音寺村町名の由来はかつて存在した学音寺に由来し、江戸時代まではあったが、すでに廃寺となっている。かつて奈良時代の頃までは集落は西の山より東の山麓にあったが、天然塔が流行して死人が出たため祈祷師に見てもらった結果、西の山のたたりだということで集落を、 西の山より西へ移したと伝えられている。原文2年の河内国校長によると国高は409国余り。江戸時代以降、幾度か支配者が変わり、漢文9年に淀藩領となり、幕末に至っている。明治以降の市町村政志向で北高安村の大技となり、現住所表記志向時に西側の一部が西高安町となる。 八尾市の一番北東端に位置し、東西に細長い。町内の一番西を大阪外環状線が通り、その東を東高野街道が通る。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。